ヤガチャガチャンネル。あ、まだだ、まだ終わらんよ。あーっぽい、危ない、落ちるんですな。というわけでこいつまさかの第二形態がおります。この第二形態の戦い方が全然わからんのですわ、正味。まあね、弱点はね明らかに露呈してくれてる敵キャラではあるんですが、でさっき、そっか、グリーンハーブ、グリーンハーブだったか、ロケハンのと、あ、やばい、完全にアイテムに目がくらんでた。よいしょ。でまあ一回ハーブはもらっといて、さあライフルの弾をさらに追加で発注。はい、あ、でもない、え、今丸押したって、絶対押したって、絶対押したよ。ひどいや、ひどいや。さーて、こんなものかな、こんなものかな。まだ HP 的には使わなくていいとは思うが、そんなに流暢に構えてられるわけでもねえぞと。動き回ってどんどん植えてるよ、やだよ。よいしょ。あんな尻尾のとこに綺麗に当たるわけねえだろ。通りあえず、よいしょ、ね、潜るなら潜るで潜っていただいて、そう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 、もう連鎖反応でどんどんねなくなっていただけたらと思います。よいしょ、よいしょ、ね、というわけで中でトゲをね飛ばしてくるモーションなんですが、うい、ライフル着実に当てていきたい。で左半分が潰されちまってるので、うい、さあもう一個箱がありました。よいしょ。さあサブマシンガンか、まあサブマシンガンもねとりあえず在庫たくさん持っててもしょうがないパターンも多いから、いっぱい撃っときたいね、いっぱい撃っときたいけど、まずはいいとこに出てきていただかないと。よいしょー、でチリツモアタック、よいしょ。危ない危ない、リロードさせてください。あー間に合いませんでした。もう一回いきません？もう一回下からドーンって、あー距離的に微妙だが、よっしょい、よっしょい。はい、というわけでライフル、ライフルは終わりのお知らせ。さあというわけでしっかり近接撃ってきやっしょう。よいしょ。さあというわけでございまして、まだ終わるわけではない。さーて、よいしょ、はい。ただこれね実はね撃たれた後ね、ちょっとこっちの方が優位があるので、今当たってなかった攻撃の方が多かったな。いた、そうだ、ここで虫出てくるんだ、嫌な気持ち。さあというわけで一回、あ、危なーい、駆除しましょうね。でガンパウダーもねくれるからね、別に悪いことだらけでもない話っていう。あー、ライフル使う、余らしとけば。よいしょ、あれ、よいしょ、ライフル余らしとけばな、適当な攻撃である程度いけたんだけど、バーン。そう、もう一体いるのよ、間に合うべ。よいしょ。でこれでライフル作っときましょうね。ここはね明らかにライフルが有効艇だと思うのでね。痛いよー、あ、やべ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 、待って待って待って、三角連打してるよ、三角連打してるよ、三角連打、セーフ。よいしょ。というわけで改めて虫の羽の音してるから、また湧いたんかお前たち。おい、いて、そりゃ上しか見てなかったらな、どうにもなんねえよな。おい、今すげえ無力。さてさらにライフ、あ、素材がないって、そんなことある。あー、ハンドガンかな、ギリのギリ。さあというわけでご贅やして、改めてどこ行った、あいつ。いいんだよ、まるで回避とか出てきてもいいんだよ。よいしょ。そう、まるで回避が出てきたら近い証なのよね。よいしょ、よいしょ。おや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 、そろそろ終わるんじゃねえの。ロケハンって大事だね。よいしょ、オッケー。わあ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 、あら、こいつか。
ルイスを追いかけないと。はい、というわけで、あれですね、回復アイテムは使ってはしまいましたが、全体的なダメージで言うと正直ロケハンと比べ物にならないぐらい、ロケハンもっとねグダグダでした。あの火の弓矢全部使っちゃったりとかっていう感じだったので、そうやって考えるとね結構悪くなかったんじゃないかしら。おや、アンバーはフラウザーってやつに奪われた。レオンが今戦ってる。すぐに向かうわ。繋がってる。アンバーの現状はどこなの？あんたのおかげで人の役に立てた。何を言ってるの？感心してんだよ。悪く人のために動くってのも、あとはレオンたちを頼んだぜ。たそばか、レオンがやばい。さあ、というわけでございまして、ファイルでございますね。よいしょ。定期ヘルスチェックの結果、研究主任何氏の、体内にプラーガの寄生が判明。実験中何らかの事故によるものと考えられる。ルイステラ研究員主導のもと、試験段階にあった放射線照射装置でのプラーガの除去が試みられた。施術開始16分後、〇〇氏が激しいチェック症状を示し、やむなく照射を中断、直後死亡を確認。この装置は乱暴に言ってしまえば、原理はがん治療などに用いられるリニアック装置と同様、体外からプラーガを焼き殺す。対象の苦痛は著しく、今回のように死に至るショック症状として現れる可能性も高い。なお、死後の解剖によりプラーガの除去そのものには成功していたことが確認された。以上の結果を鑑みるに、この装置には改良が必須であり、試験運用の段階を超えるものではないと判断される。参考資料としての本報告書の放射線照射装置のマニュアルを添付する。ねえ、これを送ってくれたけどもルイスはというところでございます。さあ、というわけでございまして、ですね、何でしょう、これ動画のねどこで切ったか覚えてないんですけど、問題がなければねちょうどいいところかなと思うので、ここで一回テープチェンジとさせていただきたいと思います。ルイスがちょっととんでもない状況になってるっぽいんですが、その先を見ていきたいと思います。さあ、というわけでございまして、向かっていくわけでございます。時計塔ですね。エイダはよくアシュリーが連れてかれるところ、ん、シュリーシェリー連れてかれるところ見るな。クラウザーが走ってるところも見るな。みんなの何、ピックアップされる動きの常にエイダがいるね。よいしょ。レオン、時間がないから手短に話すわ。彼女は時計塔に連れて行かれた。今ならまだ間に合う。救いたいなら急いで。ずいぶん親切だな。素直に感謝すべきか。ええ、そうね。さあ、クラウザー。というわけでございまして、クラウザーを追いかけるというところなんですが、まずここにね、よいしょ、もろもろの弾があるのでもらっといて、でこっちにも箱があるので壊しといて、S でしょ、ショットハンドガンかな。さあ、でこれ乗り越えてって、で降りてと。でね、ここねちょっと分かりづらいんですが、あ、その前にベッドか。もうあんなところに。よいしょ。これね、移動したところでドアが開かないんですよ。で、これ移動するとね、上から敵が落ちてきてっていう動線なんですけど、まあ、正直ね、あの怠慢みたいなもんなんで、全然、あ、そうですかって感じですね。で、ついでに箱壊しといて、よいしょ。で、これが終わったら、ここの黄色のはしご登ってっていう感じで移動していくんですけども、
基本的にここのね敵キャラはね、いりゃいた分綺麗にしといた方がいいですね。なぜかというとすぐ帰るんですよ。帰り道にもいるので袋にねいると邪魔なので。はい、そうですね、わかるよお前が言ってる気持ち。さあというわけでございまして、よいしょ、ね、それぞれ壊しまして、あー、はい、動かないで、でこいつも押さえると、でこれをね動かすとさっきあった奥のドアが開くんですが、その代わりねあの中から敵が出てきちゃうので、でこいつがねちょっと邪魔っちゃ邪魔なんですよね。なんでまあ遠目から倒しといて、こうすればね、帰り道に敵から一人もいないので、あ、いる声したな。まあ言うてもね、よいしょ、これ上登りゃいいだけなので、よいしょ、でこいつ倒してこれ先進んでっていう感じで、これにてね洞窟の中に侵入することができるようになりました。でね、俺ねロケハンやったんだけど、このミッションが分かんないんだよ。気持ち悪い人間サイズの虫知ってるよな、そいつらがこの辺りに3匹隠れてる、悪さする前に退治する、それが今回のお仕事だってのがあったけど1匹も見つけられなかったの。さあ、特にはないので羊の髪留め打って終わりですかね。まあそうなると四角いくぼみのある宝石でももらって2個はめて、でまあ2万9000円ぐらいにして、まあこれで3万ぐらいになってってとこだが、どうしようかな、ロケハンよりも調子いいんだよなこっちのデータの方が。ショットガンか、もうちょっとしたら新しいショットガン出たりしないかしらっていう感じはするんだよね。だからなんかお金の使い先がちょっと難しいとこではあるんだけど、まあまあまあハンドガンの威力でも上げとくか。でトレード、まあまあまあ、でそしたら素材 S 買わせていただいて、ハンドガンの弾にしとくっていうのができればなおさらのことって感じですかね。さあというわけでね、ここにねいるその何、あの多分だけどあれだよね、人間サイズの虫って言ってるのがよくわかんないんだけど、よいしょ、あ、ナイフ修理してない、気づいちゃった。さあでですね、あれ奥側から1体帰ってくるんですよ。でまあできればねここね可能な限りいい感じに潰して、見つかった、あ、見つかってるね、じゃあもうしょうがないや、はい、危ない、よいしょ、いや今のヘッショは綺麗でしたよ、よかったよかった。 あのババどこ行った、いた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 、はい、さあというわけでどっこいしょ、で、特に何もないね。でも確かナイフ修理するほど敵出たっけなここっていう感じだから、まあめんどくさいし行くか。で進めていきたいと思うんですが、ここにもねあの飛躍付き矢があったりするので、ここの部屋とかに隠れたりすんのかな、いや全然わかんない、もういいや。さあというわけでございまして、はい、わっしょいね、外していきましょうね、はい、んどっこい、あーっと咲いちゃうね、ザーン、よいしょ、あーっと外しちゃった、外しちゃった、よいしょ、オッケー。さあというわけでまたリロードしといて、でさらにちょっとね弾自体も補充しといてと、おい、さーて落とせるやつから潰していきたいですね。はい、肩だね、でも大丈夫かな、はいはい、歩いてるよ、よいしょ、おっと、おい、んでよいしょ、離れててもできるのが A だな、おーおーおお、2匹も咲いちゃってんじゃん、めんどくさい、どうぞ、でよいしょ、とりあえずね2匹とも落としておいて、回復アイテム使いたくないな、まだ欲張りたいな、で腕取れちゃった、あー降りる姿勢、そう相談スピードってな、なんか弾あることの方が多いからちょっと優先順位下がんだよな俺の中で。でまあまあお金もらってこんなもんか。さあというわけで上がっていきやっしょう。でここに箱があるので潰してって、でガンパウダー、サブマシンガンの弾をもらって、よいしょ、でなおかつここにレッドハーブがあるので余ってたグリーンハーブと調合でと。でここ自体は何もなくて、このレバーを動かします、するとねこの
ガッチャンコの石がですね動き出すんですよ。なのでね、潰されないように注意していかなきゃいけないっていうところなんでございますが、まあ要はこれがね、あのどこで動いてたかっちゅう話なんですよ。危なーい、よいしょ、はい、命令してこうな。おっと、しかもあれか、頭守ってるタイプか。あ、でも意外と良かった、ありがてえ。で、さてさて、これね、先ほど通った通路なんですが、実はこの通った通路のね、奥側にもこいつが動いてたんですね。で、こいつの奥に宝箱があるのでと思ったんですが、先に邪魔なのでね、駆除していきましょうね。え、で、もういない？大丈夫？まあここのやつ確か安いんですけどね。よいしょ。で、これで溥儀の心臓が手に入ります。で、また奥に戻っていきましょう。でんで、そうね、もうこれ右行くだけでいいね。右じゃねえや、左か、左に行くだけでいいね。奥側のところに進んでいきましょう。で、一回止まって、でんで、これ進めて一回中間で止まって、で、これ吸っていったのを斜めから動いていって当たらないようにして、よいしょ、まあ、こんな感じで駆除できればいいかな。素材が、素材あっと、まあライフルでいいかな、威力の問題上ね。さあ、というわけでこれで洞窟を抜けることができました。で、洞窟抜けることができたんですが、奥側に敵さんがいらっしゃるので、よいしょ、ギリギリ顔が覗けるところからで、よいしょよいしょよいしょ。あ、そんな動かれるとさ、話変わってくるじゃん。よいしょ、お疲れさんした。んで、改めて上にいらっしゃいますよね。うい、落としたか。で、まあ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 、これで多分この道中に虫がいるんだろうなとは思うんだけど、生きてんな、やっぱな。あ、咲いちゃってんのか、そりゃしょうがねえな。よいしょ。さあ、とりあえずね、バラして中身を出させていただいて、で、よいしょ、おっと、そろそろ終わると思ってるんだけど、よいしょ。で、まあまあまあ、胴体に入れていきたいが、距離取って、うい、はい、お疲れ。で、まあここら辺いい感じに駆除していって、よいしょ。で、これも取っていきます。こっちなんもないんだっけ、大丈夫だっけ。 OK で、また道戻っていって、よいしょ。で、上にもいらっしゃるよね。はい、どうも。あっと、間違えた。はい、で、まずそこ粉砕して、で、上にもね、一体撃ってくるやつがいるのよ。なんだけど先にお前駆除しちゃうかな。で、そこにね、よく見ると、よいしょってあるので、これで殲滅しておいて、で、うおっと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 、ああ、ああ、もう一体いるね。どうもこんにちは。よいしょ、はい、んどっこい。で、命令打っといて、ああ、まだ生きてるか。よいしょ、はい。で、これで OK で、あなたもあなたで頭出てるから、はい、どい。で、今ナイフも出たね。はい、お疲れ。で、こんな感じで駆除していって、もうこのチャプターも終盤戦ですな、これで。で、これ壊して、ハンドガン弾もらって、ここは何もねえのか。で、これ登ってってと、で、上に移動して、上にさらに移動して、レオ、協力感謝するわ。さあ、というわけでさらに追いかけなきゃいけません。クラウザーを追いかけていきましょうね。なんか見え見えんところにたろいていただけてるのでありがとうございます。
で、サブマシンガンの弾、こっち側は何もなし、OK。さあ、エレベーターで降りていきましょう。あー、いいね、いいね。2回分マシンピストルもあるし、ショットガンの弾も比較的余ってるし。さて。報告しろ。アンバーはクラウザーに奪われた。また俺を失望させるのか。必ず取り返すわ。そう願おう。予定を変えたくはない。分かってるわ。さあ、というわけでね、ウェスカーとの会話も終わって、ね、クライアントもお怒りですよ。気をつけていかないと。さあ、というわけで、ね、ネズミがいるのは分かってるんですけどね。で、ここね、曲がり角とかに敵さんがいらっしゃったりするので、あといい感じに駆除していきましょう。遠くてもいける。ほんと楽でいいね。さあさあ、危ないよ。あー、危な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 、本当に危なかったわ。さーて、よいしょ。というわけで、回復アイテム使うにちょうどいい感じ。おっと、上に入ってくれたおかげでお前に気づけたわ。いいね。しかもあれだん、なんかちょっとしたやつじゃねえじゃん。ありがてえ。で、ハンドガンの弾回収していきながら、はい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 、よいしょと。さて、はい、オッケー。あ、オッケーね。はーい、というわけで通り過ぎていきましょう。で、ここは確か目星いいものは樽ぐらいしか。あー、でもベルベットブルーがあるのありがたいですね。というわけでございまして、この洞窟の先に進んでいくわけですが、なんかの音が聞こえますよ。ねえ、逃げてっちゃいましたね。さあ、で、ここ確か特に何もないでいいんだよね。ここさっと俺ロケ入っちゃったんだけど、だけどこれを取るとですね、最後のイベントが発生して、このチャプターがおしまいと。レオン、くそ、探し物かしら。というわけで、レオンとエダが合流したところまでをご覧に入れました。一回死んじゃったのがね、残念でございましたけども、というところでございます。というわけでですね、引き続きチャプター6やっていきたいと思います。よろしくお願いします。